イタロ、ズベーボイタロズベーボは、イタリアの作家。本名は、アーロン・エットレ・シュミッツとして、当時オーストリア・ハンガリー帝国領だった、トリエステのユダヤ人の家庭に生まれる。ビジネスマン生活の傍ら長編小説や、戯曲や短編を執筆。イタロズベーボという筆名は、イタリアのシュバーベン人という意味。イタリア人女性リービア・ベネツィアーニと結婚してから、カトリックに改修。 1923年、長編小説、ゼーノの意識を自費出版。この作品は、フロイトから影響を受けつつ、ゼーノ個人にという男が、精神分析医の勧めで記した、回想録という形式をとっている。今日では、古典と位置づけられている作品だが、出版当時は、イタリアの読書会からほとんど目殺された。後に、この作品は、 ジェームズ・ジョイスの尽力で正当な評価を受けるに至った。ジョイスは1907年、トリエステのベルリッツで働いていた時に、英語の個人教師としてズベーボと会った。この時、ジョイスは、ズベーボの初期作品、セニリタを読んでいる。ジョイスは、ゼーノの意識を激賞し、フランス語への翻訳を助けた上、パリで出版を手配した。ゼーノの意識は、 フランスの批評家たちから高く評価された。このためにエウジェニオ・モンターレなどイタリアの批評家たちもズベーボへの評価を改めた。ゼーの小じいにはフロイトの思想に傾倒するビジネスマンでズベーボ自身の姿が投影されている。ズベーボは第一次世界大戦が終わるまでオーストリア・ハンガリー帝国の市民だった。イタリア語は彼にとって第二言語であり、このため 彼がイタリア語で書いた小説は、批評家からは、悪文と言われることもあった。ただし、別の批評家たちによれば、彼の独特のイタリア語は、悪文というよりはむしろ公式なトスカーナ方言の、トリエステなまりと呼ぶべきものである。ゼーノの意識は、トリエステという狭い地域に舞台を限定した作品であり、その意味で、アイルランド時代の最後の数年間をダブリンに、 閉じこもって暮らしたジョイスとよく似ている。トリエステに対する彼の観察は、霊症的であり、とりわけ主人公のゼイノコジにニという凡庸な男の描き方には、彼の辛辣な基地が余すところなく発揮されている。主人公ゼイノは、妻を裏切り、精神分析に嘘をつく。精神分析を欺くために、回想録を改ざんすることすらやってのける。ズベエボとゼーノの間には、 究極の共通点が存在する。ゼーノは精神分析にすがるが、ゼーノによると、それは自分のニコチン中毒の原因を突き止めるためである。回想録の中で明かしているように、彼は禁煙するたびに、鉄のように固い決心で、これが最後の一本だ。と叫び、古い習慣や過ちと手を切って、新しい人生を始めることに思いを馳せて、喜びに浸るのだが、 この喜びがあまりに大きすぎて逆に彼はまたタバコを吸い始めてしまう。禁煙の喜びと戦慄を再び味わうためにはタバコを吸うしかないからである。同様にズベイボもまた喫煙の習慣をやめることができなかった。彼は道路を横断中に自動車にはねられ自宅に運ばれたが急激に容態が悪化した。今あの際に彼は 訪問客の一人に向かって一本のタバコを要求し、これが本当に最後の一本になるだろうからと言った。しかし彼の要求は拒否された。ありがとうございます。